ショーだな、また。カリス6本目。カリス、ほんと調子いいもんね。味噌ラーメン大好きらしい。そうなんだ。だから札幌行って、食べて、そう。名古屋って味噌ラーメンってあんまなさそうだな。でも、味噌有名なの。発注味噌。美味しそうだけど、メイキなり家の人は美味しい。さあバッティングカウント3番だよ。足があるから。正気何のために指名打者捨てんの。2番の指名打者もバントするんだ。すごいねこの球団。これで中田翔の打たせるの。だから中田さっきバントだったらもう一回入ったのよ。バント決められてるかどうかも分かんない。一体誰がこの采配をしてるの。しかもさ、めっちゃさスタート遅いスタートだっけ。ストレンドの中に置くね。ストレンドの中に何も食べずにこういう電車の中に。やばいわ。ツイッター入るよ。余計なことしなくよ。誰？誰？誰？
校に流れてたからね、しょうがない、もう普通の球場だったらホームランだったよ。バンティン以外だったら余裕のホームランで、バンティンだったらサードフライくらいだから。でもなんかしっかり種市を攻められてるのは評価できるポイントなんだけど、でもそれは選手の技量であって、むしろ7安打で2点だから。でも立浪さんなんか一番前でこんがっつり見てるけど、ドラゴンズかロッテを倒せドラゴンズ、マリンズ倒せドラゴンズ、でも西武を倒せドラゴンズなんだよ確か。ライオンズ倒せが無理すぎるからさ、マリンズ倒せドラゴンズもいいのか、伸ばし棒無視すればマリンズ倒せだったら、ローに聞こえるんだけど、最後はエンズになってるから絶対そうや。ポッソコアポッソコア目立ち取れる顔エタガレ打ち合わせ強気燃えろマリンズ倒せドラゴンズ。